大松勝つら2月5日体は、日本の政治家。本名は、山本勝つら大阪府八尾市長、大阪維新の会顧問。八尾市議会議員、八尾市議会議長を務めた。大阪府八尾市八尾木北生まれ、八尾市立明野川幼稚園、八尾市立明野川小学校、八尾市立明野川南中学校卒業。1985年4月。 八尾市に開校したばかりの私立、根高第一高等学校や音楽者に、入学1995年の統一地方選挙の1週間前、八尾市議会議員を務める、父の大松千太郎が入院。千太郎の選挙を手伝い、秘書を務める。4年後の1999年統一地方選で、千太郎の通算6期24年間の地盤を継ぎ、八尾市議会議員に初当選した。 2012年には、八尾市議会議長に就任。2015年4月26日の八尾市長選挙に、大阪維新の会と次世代の党推薦で、初出馬。現職の田中聖太に一騎打ちで敗れる。2019年4月22日の八尾市長選に、大阪維新の会から公認で、再び出馬。4選を目指した現職の田中聖太ら2候補と、三つどもえの末、初当選した。 5月1日、市長就任。なお、八尾市議会の議員定数や報酬について、2015年に大阪維新の会会派が削減案を議長に申し入れたことを例に出し、どのように進むのか見守ると述べている。市長の職は、行政機関であるため、住民票など法的効果を有する公文書文書には、八尾市長名として、通名の、大松勝つらみにではなく、 本名の山本勝つらみぎが記載されている。なお、主張の通名では、過去に大阪府知事で横山の区と大田夫妻への例がある。通名の大松で公認した大阪維新の会だが、八尾市が松井一郎代表の地元でもあり、松井自ら八尾市に入って大松を選挙応援。ただし、どの場面でも本名は一切なく通名の 大松かつらみぎが使用されていた。大松と松井は同じ世襲政治家で、大松の父の大松千太郎が1975年38歳で、八尾市議会議員に初当選した際、同じ38歳で再選したのが、松井一郎の父の松井義雄である。ありがとうございます。